日本航空業務企画職の新卒6年目丸島と申します。よろしくお願いします。お願いします。今何されてるんですか？今は今日一日の流れの確認と、はい、次のミーティングの準備をしてます。それ今日の一日のご予定は何ですか？はい、今日の一日は、最初にこの空港近くのビルに立ち寄って、その後、天王洲の本社ビルに通った後大学の方で授業をするという一日になっております。めちゃめちゃ濃い一日になりそうですね。そうですね、今日は長い一日になります。丸島さん、今からどんな仕事ですか？はい、JAL グループの整備全体に関するミーティングなんですけども、はい、運営会議といってこう経営的な部分だったりとか、はい、人材的な部分というふうにチーム運営をして、どういいチームを作っていくのかというところを、管理職の皆様が議論される、その会議になります。また後で感想を聞かせてください。はい、じゃあ行ってきます。いってらっしゃい。はい、ということで今丸島さんが会議中なので、特別に格納庫内を案内していただけることになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速入ってみたいと思います。はい、ぜひ飛行機をご覧ください。この格納庫は重整備を主にやっておりまして、はい、重整備というのは2年に1回程度車検のような整備をする施設になっています。はい、ですので足場が組んであって、細かいところまで点検整備して、うん、また飛行機をラインバックさせる仕事になっております。もう一つの格納庫にこれからご案内いたします。格納庫2つあるんですね。2つあるんです。先ほど見ていただいたのは重整備を主にする格納庫で、はい、今からご覧いただくのは主に1日で終わるような簡単な整備ですとか、あとはエンジン交換とか行うような格納庫になります。ぜひご覧ください。ちょっとすごいすごい、こんなに間近で。今ご覧いただいているのが JAL、はい、日本航空の最新鋭機ですね。最新鋭エアバス A350 の飛行機になります。はい、エンジン部分に来ました。はい、後ろにあるのが、はい、エアバス A350 のロールスロイスエンジンです。おー、ちょっと近づいてみましょうか。はい、すごい、すごいですね。今見えてる部分がファンブレードと呼ばれるブレードになります。はい、綺麗に立体的ですよね。うん、アートですねこれ。綺麗ですよね。はい、あとちょっと近づいていただくと、ここの部分もですね、ちょっとこう溝が切ってあったりして、こういうのでこう騒音を軽減しているという役目もあるので、こう飛行機に無駄なものは一切ついていないというところがこう分かっていただけるかなと思います。ここのファンブレードで推力の約8割を生み出しているので、非常に大事な部品ですね。今日特別にエンジンが開いてるので、ちょっとエンジンもこの角度から見ると結構立体的ですよね。立体的でこう機械感というか、ちょっと近未来感も感じる。こんな細かいんですね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。さっきの結構重要と言われるミーティング、いかがでしたか？いや、緊張しましたが無事に終わってよかったです。よかった、はい、安堵の表情が、いや、そうですね、とても伝わります。でこの後どこに行かれるんですか？この後天王洲の、本社ビルの方に移動して、別の業務を行います。はい、天王洲ビルに到着いたしました。いや、ちょっと待ってください。綺麗すぎません？いや、そうですね。はい、はい、じゃあ行ってらっしゃいませ。ありがとうございます。いいな。丸島さん、はい、今からのミーティングどんなことされるんですか？はい、こちらにチラシがあるんですけれども、はい、産学連携部という部署に私が兼務でおりますので、学生さんに対する、はい、スクールに
の、ミーティングを行います。それを一緒にされるのは同じ部署のところですか？はい、あの産学連携部 の山口さん、森さんが今同じチームでこう働いておりますので、お二人とミーティングを行います。よろしくお願いします。お願いいたします。ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。一番近いところはこの2番にある自己分析とか、自己肯定感アップのところだと思うんですね。何かこのあたりで森島さん感じることってありますか？はい、ありがとうございます。このまあ自己肯定感だったりとか自己分析をどのようにしていくのかっていうのは学生もすごい悩んでるところは多いのかなっていうふうに常々感じてます。学生同士がいい気づきをしながらも劣等感じゃなくて自分にあるものにこう目を向けられるようなこう仕組みがあるとなおいいんじゃないかなというふうに思います。我々のコースの強みだとかあとは磨き上げるポイントがとても明確になりました。ありがとうございます。今日は以上で終わりにさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。会議が終わったタイミングでたまたま丸島さんの推しの上司の方がいらっしゃるということで本当急遽お時間をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。どういう経緯でそのお世話になったんですか？入社3年目の時に杉原部長の部署で働かせてもらったんですけど、まあ、業務的なところだけじゃなくて講師ともにいろんな場面においてこう相談をさせていただくことがあったりとか。講師ともに？そうです、ね、プライベートの相談とかですか？プライベートっていうよりも彼は本当に業務としての活動だけじゃなくて、はい、LPIT みたいな、いわゆる会社の認めているもう一つのアクティビティみたいなのを一生懸命やってらっしゃって、まあそういったところの中で社外の人とのコミュニケーションの中でいろいろ悩んだりとか、キャプテンとかやってらっしゃって、このリーダーシップを生かして自分たちの未来の後輩に対して何かできないかっていうことを常に考えてらっしゃるので、そういったところに関して悩みについてアプローチの仕方ですとか、あるべき姿っていうことに対しては先輩としてできるアドバイスをさせていただいて、僕自身も彼が大きく人間として成長することが会社にとっても素晴らしいアウトプットにつながるだろうと思ってましたので、業務の話というよりもそちらの話をよくしてたんですね。ちなみに丸島さんって当時関わってた時どんな方でしたか？バイタリティに溢れた方だなっていうのは思いましたし、まあ、仕事においてもそういった活動においてもすごく思いを持ってやってらっしゃるなっていうのはすごく印象に最後に、こんな人が来てくれたら JAL で活躍できるぞっていう、一緒に働きたいなと思う人を教えていただきたいんです。攻めと守りだって言ったら、僕は攻めが大好きで、挑戦する人っていうのは、もう失敗をしても最後まで応援してあげたいし、決断とチャレンジっていうのは最後まで与えてあげたいなと思います。チャレンジャースピリットを持ってらっしゃる方は、まあ、働くにはもう十分の舞台が揃ってるし、で我々もそういう方たちをワクワクさせるべく日々いろいろなチャレンジをしてますので、そういうチャレンジスピリットを持った方と一緒に夢をかけたいなというふうに思います。お時間いただきありがとうございました。こちらこそありがとうございました。どういう皆さんご関係なんですか？ WPIP っていう社内ベンチャーチームがございまして、でそこで一緒に活動していたメンバーの集まりです。せっかくなので皆さん自己紹介をお願いしてもよろしいですか？翔子です。今地域事業本部で地域に関わる仕事をしています。国際提携部に、所属している松崎志郎でございます。デジタルイノベーション本部のイノベーション推進部というところで、新規事業とか新規サービスの企画とかをしております。OMRと申します。なんか皆さんがそのこれまで取り組まれたプロジェクトでなんか印象に残ってるものとか、かなり愛を込めて取り組んだものとかあったら教えていただきたいです。僕はコロナ禍でその地域の方たちから修学旅行に行けなくなってしまったっていう相談を受けて、学生たちが何ができないかっていうような相談を結構受けることがあったんですね、はい、その時に自分に何ができるかなと思って愛を受け情報とかそういったお仕事の方を紹介しながら働くって楽しいんだよってことを伝えていったらいいなっていうことを始めて、それがこう回数が増えていくことに、自分たちがコロナ禍でやれることをなんか精一杯やってきたっていうのが思い出に残っているプロジェクトですよね。メインのお仕事ある中でプラスアルファでやろうっていうのはどういうモチベーションがそのなんか掻き立てるんですか？皆さんも WPIT って最初の W ってワクワクの W なんですよ。はい、そのワクワクっていうのは単に楽しいじゃなくて、どちらかというとファッションだったり、
欲求ですね、うん、自分はこうなりたいとか会社をこうしていきたい、うん、やっぱその思いが強い人たちが挙手制で入ってくるんで、うん、普段の仕事が忙しいからできないんですって文句を言う人はいなくて、うん、なんでそういう熱を持った社員が JAL には本当に多いので、うん、あの10年後、はい、やべえ会社になってると思います。うわーすごい。じゃあいきますか。はい、はいはい、ありがとうございました。この後はまたお仕事ですか？はい、この後の大学の授業に行ってまいります。おお、大学の授業、はい、ぜひついていかせてください。はい、ありがとうございます。お願いします。どんなきっかけでここで授業をされることになったんですか？まあ、WPIT っていう社内ベンチャーの活動の中でいろんな地域とかで小中学校とかでもお話をさせていただく機会があったんですね、はい、でその中でたまたま、和歌山県でお話しした活動が成蹊大学の関係者の方に知っていただいて、でぜひ1年間通してうちでも授業をしてみないかっていうお話を頂戴したというような、そんなご縁でした。今日は前期最後の授業ということで緊張してますが頑張ります行ってらっしゃい。ありがとうございます。自己紹介、自分の話と、まあ、日頃の会話をしてもらって、でそれを他己紹介していくという流れでやっていきます。じゃあ、はじめ。授業を組み立てる上で意識しているポイントとか、学生さんにここは伝えたいみたいなポイントってあるんですか？まあ、単純に楽しんで授業してもらいたいっていうのが一番 でその楽しいっていろんな意味があると思うんですけど、社会に生きる何かスキルを学べたなもそうだし、今やってる部活とかサークルとかバイトで生きる知識があればいいなと思ってるので、そこの汎用性が高い共通項のあるなんかこうワークだったりとか学びを届けられたらいいなとは思います。じゃあ2分早いですが、今日はこれで終わります。今週もありがとうございました。丸島さんの授業お疲れ様でした。お疲れ様です。率直な感想を教えていただいてもいいですか？人生って辛いもんって分かってても、そんな中でも自分の面白いこととかやりたいことを突き通した方が人生良くなるっていう話を聞いてて、実際そういう大人になりたいって自分思ってたんで、そこにすんごい共感できて、個人的にすんごい面白い授業でした。リアクションペーパーって学生さんからすると正直結構めんどくさいなみたいな思うところとかはあると思うんですけど、皆さんめっちゃ挑戦で書かれてるんですね。そうですね、毎回たくさんのコメント、分量も含めて熱量を込めて書いてくれる生徒が本当に多くて、うん、恵まれたなってめっちゃ思いますね、うん、学生はこの時間バイトしてもいいわけだし、部活、うん、練習してもいいわけなのに、100分間毎回僕の話を聞いてくれてるので、うん、それに答えなきゃいけないなっていうプレッシャーというか、うん、使命感、来てよかったなって絶対に思ってもらいたいっていうその一心ですね、うん、私大学生の時なんかそこの前から2列目の黒い服のあなたみたいな感じで名前覚えてもらったこと全然なかったんですよ。接点を持たせてもらった学生、はい、さんの人生に少しでもこうポジティブに寄与したい、うん、年を重ねることにポジティブな思いになってほしいって掲げてる以上は、はい、1対1でこう向き合いたいなっていう思いもありますし、なんかリアクションペーパーも毎回ものすごい熱量で書いてくれるので、はい、やっぱり一人一人の個性も分かった上でお話ししていきたいっていう思いから、なんか自然と名前は覚えました。ちなみに丸島さんは今後どんな風になっていきたいとかってあるんですか？いや難しいですよね。これをしてたいっていうのは明確にはないんですけど、自分の枠を常にはみ出していたいなっていうのは思ってます。やっぱこうあるべきとかいろんなこうしがらみあると思うんですけど、そういうしがらみを一つ一つこう外して、自分が常にこう想像できなかったような枠で挑戦していきたいですし、うん、その結果一番近くの人から身近な人を含めてこういい影響を与えていけるような人間になりたいなって思います。いや本当に一日密着ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。はい。